皆さん、こんにちは。オンライン日本語、お金の数え方を始めていきます。今回は、日本のお金の種類と数え方について学んでいきます。はじめに、お金の種類を勉強します。その後には、問題も用意しましたので、ぜひ挑戦してみてください。この動画は、数の数え方と大きく関係しています。日本語の数の数え方がわからないときは、 そちらから学んでいきましょう。最初に日本のお金の単位についてです。日本はお金の単位に円を使います。文字で書くと漢字と記号の2つで表せますが、どちらも読み方は円です。書き方の例を出すと、漢字は数字の後に円がつきます。 読み方は120円です。記号は数字の前に円がつきます。読み方は2000円です。それでは日本のお金の種類を見ていきましょう。日本のお金も硬貨とお札が使われていて、現在は主に6種類の硬貨と 三種類のお札が使われています。詳しく見ていきましょう。効果は小さい順に、1円、5円、10円、50円、100円、500円があります。 硬貨一枚を物として数えるときは、最後に、玉をつけて、一円玉、五円玉というふうに呼ぶこともあります。お札は小さい順に、千円、五千円、一万円があります。 お札一枚を物として数えるときは、最後に札をつけて、千円札、五千円札というふうに呼ぶこともあります。それではお金の種類を覚えられたか、問題を解いて確認してみましょう。最初の問題です。イラストにあるお金は全部でいくらでしょうか 正解は251円でした。正解した方はおめでとうございます。次の問題です。イラストにあるお金は全部でいくらでしょう正解は15000円です。 正解した方はおめでとうございます。次の問題です。イラストにあるお金は全部でいくらでしょう 正解は1,515円でした正解した方はおめでとうございます最後の問題です4つのイラストの中から正しいものを選んでください 正解は2番でした。正解した方はおめでとうございます。以上でオンライン日本語お金の数え方を終了します。お金の数え方は買い物をするとき、働いてお給料をもらうときなど生活の中で必ず必要になってきます。 数字の数え方と一緒にしっかりと覚えましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。